ココラ TV、シャノンです。今日は私の毎日メイクを紹介していこうと思います。メイクのテーマは冬になってくるので冬っぽいキラキラのラメを使ったメイクをしていこうと思います。早速やっていきます。まず下地は1、2月合併号の付録のレピピアルマリオシククリームを使っていきます。こんな感じでミントグリーンなので赤みを抑えてトーンアップしてくれるカラーです。こんな感じでお点置きして塗っていきます。結構サラサラで塗りやすい。こんな感じです。トーンアップした感じ。次コンシーラーを塗ります。ティルティルのマスクフィットオールカバーコンシーラーです。これの液体の方をクマとニキビにとか気になるとこに塗っていきます。全然伸ばしてなかった。指で伸ばします。こんな感じです。たら、このシカパウダーを塗っていきます。パフ付きでいいです。結構これもトーンアップする感じです。めっちゃサラサラになりました。トーンアップもしていい感じです。アイブロウはアイシャドウパレットと同じものを使います。こういうなんか細いアイブロウブラシで一番端っこのブラウンでいい感じにのせます。色こんな感じ。なんか眉毛描くときはなんかペンシルとか難しいからこういうブラシで形に沿って上から重ねてあげるくらいで後ろのブラシでぼかします。 OK。 これはリリーバイレットのムードキーボードアイシャドウパレットの02番です。そう、キーボードみたいにこうやってぷっくりしてて可愛い。次はアイシャドウを塗っていきます。キラキラにしたいからこのパレットをメインで使っていこうと思います。エイジークのシャドウパレット18番のベリースムージーです。まずこのちょっと薄めな色をアイホール全体に塗ります。そう、18色入りで可愛かったから買いました。パープル系のパレットです。次にこのちょっとブラウンっぽいパープルを重ねます。二重幅にブラシ忘れました。で、上は一旦これで終了。下はチップで塗っていきます。これかな、この一番端っこの白めな色を涙袋全体に。かわいい。結構ぷっくりする。ピンクっぽい、白ピンクみたいな色です。次はこの薄ピンクを上から重ねます。ちょっといっぱい使いたい。涙袋は何色か重ねてぷっくりピンクみたいな感じにするのが好きです。めっちゃいい、かわいいピンク。次はこれ、このパレットを使っていきます。ジルスチャートのブルームクチュールアイズミッドナイトチェリーです。去年のジルのクリスマスコフレのアイシャドウです。この赤ピンクっぽいのを下まつげの際の粘膜ら辺のとこに入れます。これやると結構漏れる。目が大きく見える。こんな感じ、可
ぽいなんか韓国アイドルみたいな感じの涙袋になります。こんな感じです。そしたらまたこの細いブラシでこの一番端っこのブラウンを三角ゾーンに入れていきます。結構垂れ目にするのが好きだから三角ゾーンは濃いめに入れて垂れ目っぽく見せてます。こんな感じ。そしたらこれこの真ん中のなんかラメクリームラメみたいなやつを目頭から中心にかけてのせていきます。かわいい、めっちゃクリスマスみたいな感じ。アイシャドウは一旦終了で涙袋を描いていきます。セザンヌの描く二重アイライナーの影用ピンクです。ピンクメイクだから涙袋ライナーもピンクにしてます。ちょっと大きめになぞってぼかす、こんな感じ。これだけでぷっくりする。そしたらもうちょっと影を濃くしたいので上からまた同じブラウンでなぞります。こんな感じ、めっちゃぷっくりする感じです。そしたらアイライナーを描いていきます。ケイトのスーパーシャープライナーの BR2 番。目元のアイシャドウはピンク系だけどアイラインとマスカラはブラックで締める感じが好きです。垂れさせていきます。こんな感じで垂れ目にしました。ビューラーしていきます。根元からしっかり開けます。こんな感じで開けたらマスカラです。ロイメイクのロングアップマスカラのスーパー WP01 番です。全体的に塗ってなんか軽く束感みたいな感じにします。ピンセットで軽く作る。こんな感じでまつげ完了じゃなくて下まつげもやります。まつげは束を作らないで全体的に塗る。見て、アイメイクは完了じゃなくてラメを最後に塗ります。ウォンジョンヨのダイヤモンドライナーの01番です。涙袋の目頭側に塗ります。めっちゃキラキラ可愛い。で今日のテーマはキラキラなので、はい、アイホールにキラキラを塗っていきます。どれにしようか迷うんだけどこのピンクっぽいやつをまぶたの真ん中ら辺に塗ります。めっちゃキラキラ可愛い。こんな感じ、超キラキラ。アイメイクは終わったのでハイライトとチークを塗ります。まずチークはラブリークッキーブラッシャーエチュードハウスのやつです。04番、ほっぺと鼻先にもちょっと溶かす。そしてジルスチャートのメルティーシマーブラッシュ05番。これは本当はチークなんですけどキラキラで可愛いのでハイライト代わりに塗ります。
ここら辺に入れるとキラキラして可愛い。わかるかな。したらこれジュディドールのメリハリマスターパレットの01番です。これはマットのハイライトが入ってて、これが鼻先に塗るとちょっと可愛くなる感じがします。なので塗ってます。でそしたらもう大体終わってきたかな。ラネージュのリップマスクで保湿をします。これはめっちゃプルプルになる。最後リップを塗ります。リップはロム&のジューシーラスティングティントの25番です。粘膜カラーでめっちゃ可愛い。こんな感じかな。完成です。完成です。キラキラピンクメイクにしてみて、涙袋とかまつげとかもうまくいったかなって思ってます。ただ私いつもトーンアップあんまりしない下地なんですけど、パウダーとクリームのおかげで肌もトーンアップしていい感じだなって思ってます。ニコラ1、2月合併号の付録シカクリームとシカパウダーぜひゲットしてね。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。バイバーイ。